アイテム番号 SCP-369JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-369JP は高速衣を着用した状態でサイト8141の標準的な人型収容ユニットに収容されます。高速衣を外す際は職員2名とユニット外の1名によって監視を行い、不審な行動が確認された際は即座に拘束を行ってください。ユニット内の寝具、椅子等はボルトで固定を行い、職員の所持品は個数を最小限に絞った上で衣服に容器を固定して体から離れないようにしてください。説明。SCP-369JP は一般的に超能力者と呼称される。超心理学的に念力、または念動力、に分類される超常的な能力を持った住所不定無職の40代の男性です。県、市内の公園で寝泊まりしていたところを警官に職務質問された際に超常的な能力、以下、能力と表記、を行使して警官を威嚇したために警察機関に潜伏していたエージェントによって異常性質が報告され財団に収容されました。収容される際もエージェントに対してみかんを浮遊させて威嚇するなどの敵対的な態度をとっていましたが現在は財団職員に対して攻撃的な意思を見せていません。あらゆる検査の結果、特筆すべき事項は確認されず身体的には一般人との差異はないことが確認されています。SCP-369JP は能力の行使を自発的に行うことが可能ですが行使の際には対象物に手のひらを向ける必要性があり、どちらか片方の手が自由でない限り能力を行使できないことが確認されました。追記すべき点として SCP-369JP が能力を行使した際には、対象物に幅2センチメートル、深さ5センチメートルほどの穴が発生します。1穴の形状は下側の大きく膨らんだ楕円型に近いものが最も多く確認されており、穴の内部から異常な痕跡は発見されていません。実験記録 369JP 1、日付2000年8月1日。対象、高さ4センチメートル。幅 6.5 センチメートルのみかん1個。実施方法、みかん1個を机の上に置き、その前に立たせた SCP-369JP に能力を行使させる。結果、みかんは机の上から50センチメートル程度の高さに上げた SCP-369JP の手のひらと同じ高さまで浮上した。みかんの側面には穴が発生していた。分析。対象物の浮上には穴の発生が関連していると考えられる。一体どんな原理なんだ。数を増やしてみよう。下北沢博士。実験記録 369JP 2、日付2020年8月1日。対象、全実験で使用したものと同じみかん20個。実施方法、みかん20個を机の上に置き、その前に立たせた SCP-369JP に1個ずつ浮上させる。結果、5個までは前述の実験結果と変わらなかった。しかし5個を超えてから SCP-369JP は両手を使い始め、10個を超えた時点で対象物は浮遊しなかった。分析。SCP-369JP が浮遊させることのできる対象物の数には制限があり、トナカから両手を使用し始めたことから SCP-369JP の能力は手に起因すると考えられる。次は大きさを変えてみるか。下北沢博士。実験記録 369JP 3、2000年8月1日。対象、高さ、幅ともに25センチメートルのスイカ1個。実施方法、スイカ1個を机の上に置き、その前に立たせた SCP-369JP に能力を使用させる。SCP-369JP は疲弊した様子を見せた。結果、スイカは机の上から20センチメートル程度の高さまで浮遊した。スイカの側面には穴が発生していた。分析。
対象物の大きさに比例して高さが下がり、SCP-369JP が疲弊していることから能力自体は体力、あるいは腕力に依存しているものと考えられる。この穴に秘密があるのだろうか？材質を変えた方がいいのかもしれないな。下北沢博士。実験記録 369JP。4、2000年8月1日。対象、50センチメートル四方のコンクリートの立方体。実施方法、立方体を机の上に置き、その前に立たせた SCP-369JP に能力を使用させる。結果、SCP-369JP は45分間うなりながら立方体に対して手のひらを向けていたが、立方体は持ち上がらなかった。穴は発生せず、SCP-369JP は疲弊した様子を見せた。このことについて SCP-369JP に質問したところ、硬いし重いし難しいよ。なあ、と返答。分析。対象物が浮遊しなかったこと。穴が発生しなかったことから全実験の分析結果が有力であると考えられる。さらなる実験を要請。なぜ浮かばなかったんだ？ SCP-369JP のあの疲れ切った顔と何か関係があるのか？明日から実験の幅を広げて詳しく調べてみようか。下北沢博士。ほい。事件記録 369A1 の発生に伴い、SCP-369JP に対する実験は禁止されます。詳細は事件記録 369A1 を参照してください。事件記録 369A1、2000年8月2日。前日に引き続き下北沢博士立ち会いのもと、SCP-369JP の能力に関する実験がユニット内にて行われた際にアクシデントが発生しました。実験内容は D クラス職員である D-3738 に対する SCP-369JP の能力の行使であり、人体に対する能力の影響の分析を行う目的で行われた実験でした。以下は事件の際の監視カメラの記録です。再生開始。14時10分、実験が開始される。SCP-369JP は D-3738 に手のひらを向けながらうなっている。D-3738 は不安そうな様子で立ち尽くしており、浮上する様子は見えない。14時21分、依然として浮上する様子の見られない D-3738 が実験内容について言及。これって超能力の実験なんですね。命に関わるような実験じゃないですよね。と発言。SCP-369JP は震えながら額を抑える様子が確認される。14時26分、D-3738 の体が徐々に浮上していく。D-3738 が叫び声を上げるたびに SCP-369JP が何かをつぶやきながら頭を振り、5度目の絶叫で D-3738 の体が急浮上し天井に衝突する。D-3738 は浮上と落下を繰り返しながら叫び続けている。14時30分、下北沢博士が実験の中止を宣言。山下研究員補佐と警備スタッフ2名がユニット内に入室する。D-3738 の腹部からの出血が確認される。D-3738 は気を失った状態で空中に静止している。14時33分、SCP-369JP がうずくまり頭を床に打ちつける。山下研究員補佐が話しかけて鎮静化を試みるも返答はなく、SCP-369JP は叫び声を上げながら異常行動を続ける。14時35分、警備スタッフの一人が D-3738 の体を掴んだ瞬間に警備スタッフは2メートルほどの高さまで浮上。説得を試みた山下研究員補佐も浮上を始める。D-3738 は気を失ったままであり、
警備スタッフ2名は苦痛を訴えながら身動きを取ろうとしているが空中に固定されているように見える。山下研究員補佐は吐血しており、全員の衣服から血液が滲んでいる様子が確認される。14時40分、SCP-369JP が体をかきむしるような挙動を見せた直後、SCP-369JP の体は急浮上し天井に激突。その後落下する。倒れた SCP-369JP の衣服にも大部分に血液が滲んでいるが動く様子はない。その直後に職員4名も同時に落下する。14時47分、SCP-369JP は一向に動く気配はない。室内の全員の出血が続くため、室外に待機していた警備スタッフと医療班が突入する。14時57分、職員の搬送が行われ、SCP-369JP は応急措置を受けた後に拘束される。室内の机が15秒間。30センチメートルほど浮上するが誰も気がつく様子はなく、室内から全員が退去する。再生終了。医療班からの報告によると職員の出血の原因は胴体部に発生した10箇所から最大24箇所の穴によるものであり、大半は以前観測されたものよりも深く15センチメートルほどまで達していて最も深い穴は胴体を貫通していました。同様に SCP-369JP の胴体部にも穴が125箇所発生していましたが、穴の身長に変化はなく混沌の原因は大量出血による血圧の低下と落下の衝撃によるものと考えられています。その後、搬送された警備スタッフ2名と D クラス職員の命に別状はなく2週間の療養の後に職務に復帰しましたが、山下研究員補佐は傷の一部が主要な血管に及んでおり直後に出血性ショックによる死亡が確認されました。SCP-369JP はこの事件以降軽度のうつ状態と何かに対して怯える様子を見せており黙秘を続けています。現在継続的な精神状態の監視と原因を探るための定期的な心理カウンセリングが行われていますが、未だに回復の様子は見られません。担当研究員であった下北沢博士は事件 369A1 の責任を問われ SCP-369JP の担当資格の剥奪とレベル2への降格処分を受け、それに伴い SCP-369JP に対する特別収容プロトコルの見直しが行われました。今後、SCP-369JP に対する実験は全面的に禁止されます。お気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。